こんにちは、なおさんTVです。今日はこちら、サーモスタット付きのシャワー分岐水栓を交換してみたいと思います。これ、シャワーヘッド変えたんですけど、こちら、常に出っ放しなんですよ。パッキンがダメになったみたいで、この状態でシャワーとカラン切り替えるんですけど、止めにしましてもどちらも出たままなんですね。これをちょっとシャワー側にしておいて、ここで止めているという状態でずっと使っているんですよ。かなり固執していまして、真っ白なんですよね。で、この真っ白なものをガーッと外すわけなんですけど、大丈夫かどうかっていうのがありまして、で、水、ここ止めるところなんですけど、ここで止めようとしたら、ボロボロ崩れていくんですよ。本当に怖いんですよね。二重線が立っていましたら、ガーってやった途端に、ポキーンと折れましたら、ブワーッと出てきますので、場所であればまあ大丈夫なんですけど、この内部とかを折ってしまった場合には、もうね、素人では全く手に負えない。ここの内部の配管から変えなくちゃいけなくなりますから、そうなってしまうと大変なので、注意しながらやっていきたいと思います。はい、今日買えるのはこちらですね。Amazon さんから Amazon 限定の商品を購入しました。価格は 13,800 円になります。内容を見ていきましょうね。サンエイという会社の商品になります。私は聞いたことなかったんですけど、かなり有名な会社のようですので、問題ないと思います。パワーヘッド。ホース。これは熱いところをカバーするものですね。じゃーん。このような感じです。やっぱり新品はピカピカですね。ここがかっこいいなと思ってこれにしたんですよ。こちらがサーモスタット側ですね。商品の内容はこれで全てですね。立派な取説がついてます。だいたいその水回りの商品というのは素人でもできるように結構細かな施工説明書みたいなものがついていますので全く初めての方でも結構 DIY できると思います。こちらの商品で素晴らしいのはこちら壁側のものなんですけど、この部分にパッキンをはめてギュッてするんですけど、これパッキン一体型の逆止弁になってます。こちらからこちらに水が行くんですけど、逆流はしないという弁になります。これは使いやすいと思います。はい、まずは家全体の水道を止めなくちゃいけませんので、こちら、水バルブと書かれたものを見つけ出します。で、これを開けます。はい、で、こちらを、あれ？違いましたね。こちらではなくて、こちら。その横にあるメーターのついているこちらを止めていきます。よし。はい、それではまずこちらのネジを外していきます。できるだけ大きなものを使った方がいいので、今回はこちら300ミリのものを使いたいと思います。ここが一番緊張するところですから、確実に水が出てきますけど、大丈夫ですね。ちょっと左右同じぐらいにしてやっていきたいと思います。よいしょ。あ、大丈夫。ここで固執していたらどうしようって思っていたんですけど、まあ大丈夫ですね。よし、はい、取れました。はい、このような感じです。汚い。はい、外したところはこのようになってますね。水道は全部共通なんですけど、こちらの左側がお湯、右側が冷たいものになります。次はこちらが回る。あ、回りました、回りました。これで安心ですね。ここが一番大丈夫かと思っていたところなんですよ。よし。おっとっと。これシールテープがガーッとついてますから、ここ後で綺麗にしておきたいと思います。よし。あー、結構汚い。じゃーん。こんなについてました。はい、こちらをここにはめていくわけなんですけど、弁取っておきますね。まずこちらが何回回るかを見ていきます。1、2、3、4、5、6、6、7、7、7ですね。7。はい、こちらは1、2、3、4、5、6。6ちょいですね。はい。7と6で覚えておきます。はい、こちらにシールテープを巻いていきます。シールテープの巻き方は、
まあ適当でいいと思うんですけど、一番初めの溝にはつけないようにしましょう。でテンションをかけるためにこのように巻いていくんですけど、10回ぐらいかな、7回ぐらいっていうのが多かったんですけど、取説にはメーカーの今回の取説、切れてしまった、切れてしまったりするとまた初めからやった方がいいですね。はみ出したところは完全に取ってしまいまして、この溝に合わせて指でこうやってならしていきます。はい、こちらは7回でしたので7回巻いていくんですけど、7回の手前の6回で止めていきます。はい、1、2、3、4、5、6、ここまでかな。7、あ、いけるね、よし、はい、よし。でここで止めていきます。こちらは6回でしたけど、はい、1、2、3、4、5、6回、これは絶対に逆回しにしちゃダメなんですよ。逆回しにするとこちらシールテープ外れてしまいますので、初めからのやり直しになりますので、これは必ず守ってください。水平にするんですけど、少しこちらが斜めになるような状態にして、最後にギュッとやって合わせていくということになります。これいくんかな、あ、ちょっと失敗ですね。これ一回多くやりましたのでちょっと失敗です。もう一度やり直します。8回回しましたけど7回にしておきます。はい、やり直しの2回目ですね。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、はい、これでこの長さに合わせまして、これでパッキンをつけまして、本当にこのパッキン便利ですね。逆止弁とパッキンが一緒になったタイプです。これをつけまして、ちょっと仮止めのような感じで、ほら斜めに、完全に斜めになってますけど、これを持ち上げるわけなんですよ。はい、このような水平器を置きまして、ぎゅっと持ち上げながら、もう少し、よし、あ、これでいいですね。はい、これで完全に止めていきましょうね。これでまあほぼ出来上がりになります。シャワーと水栓の切り替え、こちらが温度調整ですね。はい、 あとは終盤ですね。こちらをつけまして、シャワーも取り入れていきます。ここにパッキンが入った状態ですので、このまま手でそーっとつけていきます。はい、じゃあ次にこちらです。奥にギュッとして取り付けていきます。はい、取り付けましたね。はい、これで出来上がりました。はい、水道を開けてきました。世紀の一瞬、OK です。こちら OK です。きちんと止まって溝漏れもしていないですね。よし、はい、できました。分岐水栓の交換はこれ全体っていうのは何かすごく大変そうに思いますけど、やり方さえ覚えてしまえばとっても簡単になりますので、ぜひやってみてください。ご視聴いただきありがとうございます。